あんまりまだ知らなくて、なんか一番インパクトあったのがさっきおっしゃってたように、ここの人たちって笹山のこの流れなんですよね。丹波笹山の流れで、その上の人はそうじゃないから、なんかあんまり仲良くない。そうそう関係ないけど、その上は、うん、仲良くないじゃなくて関係ない。そうそう、そんなんも聞きながら、でも笹山の流れを組んでる深山って京都府じゃないですか、今は。で、笹山は兵庫県じゃないですか。なんかそこは藩は最初はそうやったのがこう分かれた時に、いろんな歴史が多分生まれてると思うんですよ。で、めちゃくちゃ自然豊かでいいとこやなと思う反面、なんかちょっと杉の木嫌やなとか、あの景観ちょっと多分山の景観壊れてるよねとかも思ってるんですけど、なんか深山ってどういう風な歴史を辿ってきたというか、マサルさんが生まれた時から今ってどんな風に移り変わっていったのかなみたいな、ちょっと教えてもらえたら。私が生まれた自分はね、大体明治時代、大正時代ですね、相変わらん生活でした。私が生まれた自分はこの辺のお家も大体明治ぐらい、明治後期ぐらいになってるっていう、大正に入るぐらい、いや、もう明治後期に建った家もあるけども、私とこの家が大体昭和28年に水害で潰れた。それが約200年って言ってました。200年前やね、徳川の、さあ10代ぐらいの時かな、10代ぐらいに家建った家。なるほど。その代わり私とこの家はこういう古い大きな家は家やけども、壁が一つもなかった。全部板張り。屋根は茅葺き。はいはい。ね、はい、家の周りは全部板が入ってます。それでうちの隣の家が潰してないけども、柱がね、長男家で、長男大工さんがこの先の曲がったやつで、はい、クワみたいな先にカンナの刃がついてね、それで柱の上をこう、ちょん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 と大工さん、はいはいはい、そうして四角い柱を削ってね、骨に柱の面がついると、こういう風になった感じの柱が立った家がまだあったんです。ほんで壁筋が一切なし、板ばっかり。あ、そうなんです。寒いですね。え？寒いですね。ほんで、ここで屋根のとこにその煙出しがあってね、三角みたいな。はい。冬になったらそっから雪が降る。湧い込んでるんです。その下で囲炉裏を抱いて、はい、で丸太を、こんな山から来ていた丸太を回ったら囲炉裏にくべて、それがいい、唯一の暖房ですわ。あの屋根の三角が穴開いてんのか、煙出し、あ、煙出しだから必然なの。そうか、たまたま壊れて開いてるんじゃないの。開けないそうか。そしてその茅葺きに裏でどんどん焚き火を、丸太で焚き火、はいはい、今で言うたら外で焚くような火ですわね、はい、それを家の真ん中の囲炉裏を切って、そこで塩を発酵から丸太を含めて、はい、それでその上に金子三重でね、鉄の丸子に足をついてやって、はいはい、それがどんどん据えたって、うん、その上に鍋を乗せてね、はい、それで後ろ枝やら入る。でそこからもう煙がもう上がって天井に、で屋根まで直接上がったら火の粉が上がったら危ないから、ちょうどその下の段で竹のスノコイチを、竹でやったスノコイでこんな端っこの竹、細い竹を、はいはい、で網に、すだれみたいな、それがその火の竹の上にこう天井にこう蓋したり、火の粉が上がってもそこで止まるように、それが上まで上がってしまって火屋についたら火事に来ました。だから自在針でしたっけ。それでそこから後ろはもう金尾山地で、その鉄の、あの足のついたものがありましたけど、要するに
あの時代感にしてね、はい、天井から、時代感にね、天井からあの、はいはい、下ろしてきたって、それにあのテコの応用でこう、うん、シュッシュッとこう、うん、アゲさんができてね、うん、で力がかかったらちょっと止まる、うん、高さが調節できる、うん、時代感でしょ、高さが自在だから時代感、時代感、なるほど、あれ何のことかと思ってます何が自在なんやろ、それはもう鍋を、扇鍋を乗す場合には上上げながら、はい、下で使いましたよ、小さい鍋で物を炊くというのは鞘なんです、はいはいはい、だから骨の横でこう、テコの方でこう、はいはい、シューッとこう持ってあげたら自由自在に上がれた、それでちょっと離したらちょっとテコの方で、そういう固定するわ、はい、その竹を編んでたのが今はなんかおしゃれになった木のね枠になって、ああ多分上につけてそこから自在感が出てっていう、そうそう、名残ない、ね、本来昔生活してた形と変わってましたね、はい、そうですね、そうか、それぐらい火焚いてたんですか、そうです怖っなぜ火を焚くかというのね、はいはい、どん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 銅器を燃やして煙を上げると天井裏に煙になるわ、はいはい、屋根裏に回るんですよ、はい、そうすると蚊帳の天井裏の蚊帳に槍がついて、はい、木の煙の槍、はい、槍がついたらちょうど蚊帳の上にビニール塗装したみたいにこう、槍が蚊帳を包みました、はい、そやから蚊帳の耐用年数がものすごく長い、なるほど、コーティングなんですね、で大体、かやぶき屋根は大体早いところで20年や、用を持っとくやったら30年から40年後に復活やった、昔は、それはなぜか言うと、いろりで火を焚くから、そんだけ持ったけど、今みたいにいろりを高いんだったら、もう10年か20年もせんうちに、かやぶき屋根腐ってしまう、それはね、昔の、まあ、生活の知恵ですよね。僕ももともとはかやぶきやったらしいです。だね。で、昭和51年か。51年に有田伊太郎さん、その当時の、住んでた方かな、が小林末雄さんっていう方を。あの、末雄さんってわしの2級上やったかな。あ、まだ上だな。ふぐいの人から宮島へ養子に行ってね。はい。宮島の泉のところ。はいはいはい、泉。養子に行ったんです、あ、そうなんですね。その方たちが51年にかやぶき取っ払って、平屋やった家に2階を作ったみたいです。だからこの上のあの梁の構造とかは、そのここも部屋やったんですよ。で、こっちも部屋やったんで、その構造とかはこの大引きとか値段の名残を残したままにしてるんです。じゃあ、いろりがここにもあったんや。この辺この辺か、その辺かにあったはずですわ。ああ、そうなんですね。これ、こちらの昔の構造が表座敷が8畳、屋上8畳の表座敷ですよ、うん、その奥に部屋がここありました、ありました、8畳、6畳と4畳があって、部屋があった、あった、あった、はいはい、お尻があって、ああ、あった、はい、で、この範囲は神台所、はい、神台所、神台所、神台所やけどね、神台所、神台所、それで その真ん中から下が下台所、下台所、でそこに土間があってね、はい、それでそこからこう、あの台所、ここは今床を下ろしたけど、昔は床高かった、高かったですね、はい、それでそこ玄関から土間がそこ今のところ、はいはいはい、土間でした、土間だ、それでそこにささら土細い板を張った道具がしその今台所、あの台所がおらはとあの辺が和屋です、牛の、牛の小屋です、うん、それでそこからその裏抜けるとこが二番口って言いましたね、二番口、二番の口、二番の口、二番口って言いました、それでそこ出たらもうあの水屋が あった山から谷の水を引いてきて、そこに引いてこしらえた桶がね、あってそこに水があった、そこで大根あるかり鍋あるかりして、それで炊くのはその入ったとこにかまどが土で、うん、赤土でこしらえたかまどが、3つを
釜をつけるとかね、はいはい、そこでまあ宿を召したい。全部一緒なんや。なんかすげえ思い出しました。だいたいみんな同じ行動です。はい、解体する前まさにそうだった。この階段も今ここにあるんですけど、階段向こうなんですよ。そうだから。あ、ここは前屋があって、その前にちょっとあの半減ほどの土間が庭ずつ続いてましてね。でそのこっちが下台所にかまどがあって、かまどの前にいろりが来た、はいはいはい、そこでどん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 開いた。じゃあその辺にいろりがあった。そうよ。ああ、それもしかしたら僕が見に来た時にはこの51年の工事の時にいろりなくなっちゃってたかもしれない。ちょうどその辺ですね。あ、すごいな。それでなんか、はあはあ、その後ろが、そのいろりの後ろが釜でね、高さは同じ高さで、はいはいはい、それであの赤土の釜でもある。でそこで大きい釜、次の釜、小さい釜、3つ鍋が吸える。そこで歯が回って、はい、あの円盤みたいな釜でね、そこで召したい。ここでその召したいと後の中へ揚げになったらまた家の後ろそこ曲がったらまた毛いっぱい出てました。それでだーっと出ておいで、その召したいと後の火の中にそれ突っ込んだ。ここでいや蒸し焼きにして、でそれを皿の上でスズメみたいに咲いてね、それで大きな皿の上に咲いて、でそれ醤油、でそれを弁当の上に並べる、で弁当入れてそれがこれ、まっさく弁当、まったくです、それもうまかったですよ。まったけんでもね、たくさん取れすぎてほかさんだ。ほんでもう溶かすのももったいないし、でうちのおばは梅干しや生姜をつけましたよ、その中に松茸も一緒につけば、ほう、香りつけて、で松茸の生姜みたいな、生姜漬けみたいな松茸、それも、まあ、うまいこと何もないそのぐらい松茸に取れたの。今はもうだって全然ない。全然ない。まあ、なんでないんですか。山が荒れてしまった。山が荒れた原因、山に手を入れへんから。あ、昔は山で暮らしとったからね。はいはいはい、はい、山はもう全部人の手が行き届いとったんですよ。なるほど。今はもう山行くようがなくなってしまった。だいたいね、この辺の土地はこの平地から100メートル余り上までは芝山言ってね、牛を行動するために牛の枝に芝を刈らんなの。ほん、はい、でもう何にも気なしで100メートル、100メートルぐらい下はもうちょうど三角の富士が裾回りしたみたいで、全然もう気がない。でそこは芝だけが生えてくる。芝がこのぐらいの大きさになったら春芝刈りして、芝刈って、でそれを押しといて、ここで家の小屋やそこらに積んどいてね、でそれを押し切りつく、押し切りでこう切って、はいはいはい、それを牛の餌に、馬屋のとこの馬屋の中に入れるわけです。それで食えるとこだけ牛が食いましたよ、はい、で、ご飯残ったやつと牛の糞尿とで、そこに馬屋を餌出しつく、牛の小屋やけど馬屋や、馬屋って馬、それでそこでこの牛をこうて、その 半月ぐらいかなしたら、それの草を買ってきて牛に食わしますよ、はい、でそれがその馬屋にだん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 溜まってきます、はい、そしたら馬屋を出し、馬屋の声を出す、馬屋を出し、今日はうちは馬屋を出し、それで馬屋の牛がおったところ、牛を外に出しておいて、それの中にと全部さらに出しておいて、今度は小屋を止めて、溜めておく、はい、こういう小屋です、はい、でこういう小屋へそれを入れて、はい、積んどるな、はい、これで新しいシワを切ってまたそこへ敷、はいて、はい、で春、田植えが始まる前になったら、はい、こういう小屋から籠にそれ入れて、女の人は背中に籠に入れて、男の人は前と後ろに籠に入れて、それで
天秤で肩にかける自分のところの田んぼへ。これで昔はね、田んぼの中にこの、まあ、前を見ようとした山が万事置いてあって、ベベ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 、それを田んぼする前に前を置いてチラシ、こういうチラシ、それを田んぼでチラシを出せる、はいはい、でそれから牛で過ぎる。牛と共にあったんですね。牛がなかったら百姓できしない。なるほど。ほんで馬喰老人もおってるね。馬喰老、馬喰老、馬喰老って聞かはずまあ、クラウドがいる馬喰老人。おー、はいはいはい、馬喰老、馬喰老言ったらね、車の今で言うたらセールス。あ、アゴの牛はもう今年で3年目やだからもう出さなあかんな。あ、この牛、親が死んで百姓両兵が始末せなあかんな。それはもう馬喰老が全部支配してる。それで大きなって馬喰老がその牛を連れて帰ります、はいはいはい、それで今度はベコウイ、小さい牛が、それにまた楽しっかり教えるの。それでその連れて行った牛は、馬喰老が牛の市場へ出してる生乳、肉乳で売りますよ、ね、はい、それで馬喰老がそれでガバッと儲けます。それでまたあごにベコウも出てたら、また一生懸命にベコウ餌やって大きくして、それで一人前になったらまた馬喰老が出てきて、そういうことです。それで例えば100円で売れたら、それでお前のこの牛50円で売れたってなって、親方100円そらして、馬喰老はみんな金持ちでした。で、馬喰老は昔、大体金持ちだった。なるほど。馬喰老はどこに住んでる人たちなの？地元の人だった。ほんで、馬喰老は儲かるさかいに、宮島に目がけて、目がけに旅館させた。調べたら分かりそうな。もうせいだ、そこもおられへんさかいに、もう出てしまった。そう。どこ行っても、なんていうんですかね、古民家の紹介してくれる人たちが、ここはあの牛小屋やったり、絶対教えてくれはって、なんか、牛からご飯食べるんですよね。牛の餌をあげてから自分たちのご飯食べる。ああ、そうそう、牛の水中でね、はい、牛の水だけ中で、その炊事場の、炊事場で、台所、下台所の鎧の上には必ず、牛の水中の鍋が、こんなことに鍋に戻してる。その中で豆がらやとか、ゴミの色のことでとか、いろいろなものを大根の葉とか、そこ入れてくる、ずっとこれでぬか入れて、便利態度が、これでそれを3度3度、牛の、もうその横に、わしら飯食ったの横に牛が組み出してまんねん。それでそこで、その 手のついたこんなおけに、それ入れて、これで牛のとこに持ってくる。はい、牛と人と一緒に温めしまった。まあ、ほどは懐かんけど、もう何もかは牛も持ってなくてね。ああ、そうなんですか。そやけど、出すときにはそんなにかわいそうな思わせないから。そうなんです、まあ、まあ、そういうもんやから。馬はね、別れるときに辛いようなことをやってますけど、牛はそれほど人間に懐かいんだ。あ、それで田んぼでこう尻叩いてね、筋持ってこっちで手綱持って、はい、牛を追う時にしっちゃいじまんねん、しっちゃい、しっちゃいじ。それで止まる時にはおおって言うたら止まるな。で、牛に対する命令の言葉はみんな決まってます。で、早行きって時にはしっちゃい、しっちゃい。それで止まれって時にはおおって言うたら、で、家がこっちに出ましたから、田んぼからこう、進んでましたから、家の反対向いて、杉で行くときには、牛、そっとも歩かしない。で、後ろから、しわいで、しわいでして行きます。はい、で、向こうの間まで行って、U ターンして、今度は家が見える方向に行く。調子悪くなるね。まあまあ、畜生でもアホなもんやけどね、そんなんで、家へ早く帰りたいばっかりで。その牛が各家にいたのって、
どれぐらい前だ。手でこうやる単色工具ができたのが昭和20年だったの。でもそれぐらいの時期なんです、ね、そんなに新しくないんです、ね、ああ結構前にも牛を使わなくなってる。25年ぐらいだったら牛持ったり、とにかく工具ができてから牛はもういらんやろ。この三山って今、豊里に133人や、66世帯133人かなんかの方が住民票を置いてはるみたいな感じなんですけど、今よりもっと多かったんですよ、豊里に。鶴岡の小学校が閉校する時に生徒20人でした。はいはいはい。私がね、小学校6年生の時に鶴岡小学校377人、それが20人になって、それで閉校になった。はいはいはい。それでその当時の学校は今のあんな学校違いますよ、わしらの学校は。ボロボロの小屋みたいな学校で。なんか運動場の方にあったんですよ。そうそう。場所も違う。あの、今は体育館のあるところに、お宮さんの方からずっと遊びに、はい、4年生、5年生、6年生、高等1年、高等2年と5つ教室がずーっとあるの、うん、お宮さんの方から体育館の教室があった、はい、でそのこっちに、あの昔は体育館のことを高等言いました。あ、高等を言うてましたね、うん、はい、体育館を言わんと高等地、はいはい、で高等は運動場ですよ、現体操場、うん、でそのこっちにまた小学校3年生と1、2年生の教室があって、その真ん中に職員室があって、真ん中ずっと、まあ、ボロボロの学校でした。その他に準備室と控室があって、工作室があって、ね、まあ、今みたいな立派なのっちゃいますね。マサルさんが行かれてた時に、ボロボロやった校舎。立ったのも、じゃあ江戸の時代、いや、明治時代、明治に立ったの、もうすぐにボロボロになっちゃった。それで、それから真梨に、その学校がね、28水で水がついた。28水ってよく言われますよね。この辺の昭和28年28年水害のこと、28水あの時はね、今みたいな治水がもう徹底してしまったし、ダムもなかったしね、はいはいはい、だから終戦当時にはジェン台風、フェスター台風とか言ってね、大木台風が来たらアメリカの女の名前とか、あ、はいはいはい、それがわしとこが流れた時は昭和28年が13号台風で、台風が発生してから13号目が来たんですよ。ほんで、アメリカの名前やめて、台風13号に変わった。はいはい、それが28年の13号、28世紀。その時、うちで6人死にました。家の下に。私も家の下に行けんなんで。でも、背中から柱が乗ってね、それをドーンと当たっとったら死んどんねんけど、はい、この辺で止まりましたよ、家に。でわしを押し倒されたままで上に柱が乗っとるのにね、押さえてくれへんから、はい、逃げ出せと思うけど、杉回せ持って抜け出せない抜け出せない、うん、押したらそれからまたバリバリバリって家がまた2辺も3辺も流れが来ますよ、山から。それによって家がだん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 こう傾いて押されたその時に、わしはこの柱に収まってね、はい、目から火が出ましたが、星が飛びました。もうこれは潰れるな、思って、はい、思ったら、思ったら石垣の上、ポロンとわしが落ちたの、はい、それで家は、この8歳に落ちましたから、はいはいはい、それで、ここは8歳になったままで、ここで、はい、ここでゴリゴリと柱に押されて、わしはこれ押した、はいはい、家はこのまま置きました。ほんでこう置いた石垣の隙間に置いた境に助かった。ほんでそのわしの横におった子はその石垣がちょっとこう出張っとったんですけど、そやさかに
石垣をいじられんとぺしゃんこになってユダ一人にかかったってぺしゃんこになその上に家の畳がこっからあごまで畳が全部ガー重なっていってねその上に乗ったらほんまのぺしゃんこでしょ。それでその時にうちの嫁はんとおかんと妹と3人よその人が近所の人が6人死にました。わしもその時死んどったかもわからない。それで何度か助かってアメリカのヘリコプターに走って、それで京都に水着運んでもらった。この辺はだいぶ形が変わった。もう水害でうちらなしマップちょっとね、はい、私とこの昔の方が何にもない。でも川が変わってしまったんで、昔流れとった川が真ん中にストーンとしてなるほど。でも昔の方が何にもない。山だけですわ。水害も怖いし、かやぶきが多かったから火事もなんかね。火事はね、昭和21年にね宮島で野獣屋しまして、はい、泉で今の山屋の店の隣でね、友達と野獣屋しとったの。ほんとこれが火事やねん。それ自転車しかあらしまいやつで昭和21年。そうか。これオートバイも何もあらへん。ほんで慌てて帰ってきたからね、ほら中上院でね、ほらの中心街がずでも、やめてしまった。これでそれから昭和28年の水害の後で、はい、31年に那須がまた大火事。それがあのジョイントセンターの横の家。ジョイントセンターは残ったんです。残ったんです。あっから下というか、こっちはね、はい、あのバス停のあるところの、うん、はいはいはい、あの辺に5、6軒家があった。あ、そうなんですか。うん、それはみんな覚えてる。それで、ジョイントセンターは夜間にね、山の上を、あの上を飛び越えて、ホラまで行ってね、ホラへ、ホラの家が一軒家、ちょうど一軒家があったんですが、はい、そこへ飛び火して、はい、それでそこへ行って、間際で。なんで言うたら、那須が火事や言うて、ホラの人が全部那須が焼きとって、ホラであれもホラ言うて。蚊帳の燃えた塊が空を飛んでいくと、それでそのホラの一軒家が屋根に落ちたんだ。それで落ちて燃えるまで誰も人がないから、分からない。で、戻って初めて、あれー言うて。煙に当てて、あ、ホラが火事やと。その時にはワッチからシグランからみんな消防車が来ましたけど、ね、消防のポンプがね、ラビットポンプですね。ラビットポンプ、ね、手でこう引っ張って2サイクルのこのやつでエンジンがする。ああ、エンジン、なかなかエンジンかからへんのさ。そんなポンプ、ホラーのホラーが燃えた時にはガッチャンポンプって言ってね、はい、両側にこの棒をついたもの消防だから4人の方にある当時の向こうと大型炭鉱で、それで真ん中にポンプがあってね、はいはい、でそこで川から水吸い上げて、はい、ホースでずっと飛んでいく。今のポンプから消防のポンプに比べたら水鉄砲ってあるんですよ。それを持って、それも金の輪でして、金の輪でから引っ張って走ってから、時代遅れなんで、それが昭和20年前ぐらい。めちゃくちゃ昔。昭和59年生まれ。59年。生まれる40年も前。59年。あ、わしは琵琶湖で飛行機飛んでた。琵琶湖で飛行機飛んでたの話は面白そうですね。ニヤマビレッジ。